今回はハードオフ、オフハウス、ホビーオフ、草加瀬崎店に行きます。この店舗は3店舗の複合店となっています。広い道沿いになっていないので、かなりですね、このような狭い道を最後はですね通っていきます。ここは草加市立瀬崎中学校の近くです。Google マップの方を使って、ナビで、誘導してきています。駐車場は22台、営業時間は10時30分から20時、年中無休となっています。ハードオフアプリを使って駐車場からですねチェックインしました。アプリの方には、ハードオフの方ですね、発売から3年以内のパソコン、スマホ、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー、カメラは、お買取金額 20% とあります。オフハウスの方は特に何も書いてありませんでした。ホビーオフの方はですね、これ第30話幻の雪山って書いてあるんですけど、これ最初のウルトラマンの30話ですね、怪獣のウーというのが出てくる時のものなんですね。こちらの方が在庫としてあるんでしょうか。ハドフ巡りの方は3店舗増えて73店舗目となりました。これが入り口ですね。入り口入るともう一つ扉があるタイプです。その中間にですね、このガチャガチャがありました。これはホビーオフが併設されているからなんでしょう。右側がオフハウスになっています。そして左側がハードオフとホビーオフというふうになっています。こちらがジャンクチェックコーナーです。ここは、通電チェックだけですね、これが行えるだけのところです。こちらはテレビ、AV 機器です。ジャンク品ながら42型なんですね。今はもうないプラズマテレビですね。パナソニック THP42VT2 という型番のものです。チェック時、地デジ普通にですね、受信できて映りましたということなんですが、すでに製造から11年経っているプラズマテレビということでジャンク扱いなんだそうです。リモコン電源は付属しますが B キャスカードは付属しませんということですね。税込み5500円です。リユース品の AV アンプ、パイオニア VSA-AX3 というものなんですね。AV アンプの方、これ実は定価が10万円したものなんですが、どれをとってもですね、リユース品だと非常に安くなってますね。こちらの方はリモコン欠品をしておりますが、本体操作可能ということです。普通のですね、外部入力が使えるので、CD プレイヤー等も、つないで使うことができます。大きささえ気にならなければいいんじゃないかな。オーディオアンプの代わりとしてですね、使うこともできるんじゃないかなと思います。税込みで4400円です。こちらもリユース品の AV アンプですね。こちらの方、標準小売価格8万8000円だったものですね。それが税込み5500円という価格で、購入することができます。ヤマハ DSP-AX1300 ですね。古いものなので HDMI はありませんが、アナログか光デジタルを、
端子の方ですね、こちらの方を使うことができるということです。こちらの方、電源ケーブルの他に、リモコンの方もついています。 PC 周辺機器です。ノート PC レノボ X220 ですね。こちらの方はサブノートですね、大きさからしてね、スペックの方 Core i5 の 2520M、メモリが 4GB、 ハードディスクが 500GB、 Windows 10の方が入ってますね。もともとの OS でないため一部デバイスが使えないというふうなことが、書いてあります。税込みで 13,200円になっていました。ノート PC ですね、こちらもレノボ G570 ですね、こちらは普通のサイズですね。スペックの方が、CPU Core i5 の 2410M ですね、メモリが、4GB、 ハードディスクが 500GB となっているようです。バッテリーの方がね、もう使えないようですね。価格の方は税込み11,000円になっていました。こちらの方、ジャンク品のデスクトップなんですが、説明の方を読むと面白いんですね。ストレージなしの状態でしたが、500GB のハードディスクを突っ込みました。動作確認用として Windows 10も導入。添付コードを使用。Core i5 の550からメモリが 4GB、 ハードディスクが 500GB のものに入れたんですね。ハードディスク用のガードレールが欠品しているため、光学ドライブですね、こちらの下に無理やり入れていますというね、非常にこういう説明ってあんまりハードオフでは見ないんですけど、このような説明がありました。ヒューレットパッカードの8100エリート SFF というね、型番のようです。税込みでもちろんジャンク品で現状品ということで8800円になっていました。その隣のデスクトップパソコンの方もですね、動作品ですが Windows 7のためジャンク品扱い。さすがに古いですが妙にキビキビ動きます。32ビットの Windows 7をお探しの方にはおすすめというようなことが、書いてあるので、あ、面白いことを書いてる、店だなというふうに思いました。こちらは最近見かけることも少なくなったワープロ専用機ですね。カシオ HX3 です。こちらのコメントの方もちょっと面白いですね。画面が悲惨なことになっています。かろうじて見ることはできますが…修理や部品取り前提ですね。未使用インクリボンとシステムディスクの一部付属しますというふうにあります。相当画面がダメなんですね。価格の方もですね、やはり画面が見えないということで、税込み2200円になっていました。こちらは液晶モニターですね。こちらのコメントも随分正直に書いてあります。背面スリット破損あり、破損したプラが内部に侵入して本体を振るとシャリシャリ異音がします。画面も薄暗く黄色い発光でバックライトの劣化がかなり進んでおります。全力でおすすめしませんということなんですね。こういうコメントを初めて言いました。価格の方税込みで550円です。オーディオ機器です。こちらの方ジャンク品のコンポですね。コロンビア G34K というね、結構いろいろくっついてて立派そうなんですけれども、こちらの方のコメントもですね、読んでいますと、レコードは再生しました、若干早い、カセットは音が震えてダメです、 CD はトレイが開きません、ラジオ FM AM 聞けました、
なお、がっかりするくらい音が悪い、かっこ仕様です。というふうにあるんですね。価格の方は税込みで1100円です。チューナー内蔵のレシーバーアンプですね。デノン UDRA-M7 ですね。こちらの方、液晶表示が暗いので特化ですというふうにあります。動作自体は全く問題ありませんということですね。リモコンはつかないようです。価格の方が税込みで3300円です。 CD 付きのレシーバーですね。チューナーアンプです。ケンウッド RK711 というものなんですけれどもね、 CD の方が内蔵されていて、それから外部入力は元りなんですが、こちらの方、ホノ端子の方がついているので、レコードプレイヤーのですね、これをつなぐこともできます。税込みで11,000円、リモコン付きになっています。こちらの方は全部任天堂のゲーム機なんですが、ゲームキューブが一番安くて、次が初代のファミコンですね。その次がですね、任天堂64なんです。そして一番高いのが、スーパーファミコンというふうになっています。ゲームはあまり詳しくないのでよくわからないんですが、やはりこの価格というのは、ゲームのタイトル数に関係しているのかなというふうに思います。こちらはファミコンバックアップ機ということで、書き込み用のカセットにですね、書き込んでバックアップを取るというシステムらしいですね。こちらの書き込み用のカセットがあるのかどうかってちょっと検索してみたんですけれども、あまりもうないようですね。あっても高かったりとかというふうになっているようです。価格の方が、ジャンク品なんですけど、税込み5500円になってます。ホビーオフが併設されているので、ちょっと見てみましたが、このようにですね、 N ゲージが、結構な数置いてありました。今回は面白いコメントがたくさんあり、お店の雰囲気がとても良い店舗でした。次回また別のハードオフに行ってみます。